皆さんこんにちは、これから第1回キャップ紹介を開催したいと思います。司会進行はキャップの村田でお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。初めてキャップの存在を知る方もいらっしゃると思いますので、簡単にキャップの説明をさせていただきます。昨今至るところで開発されているアプリの紹介、あとは日常で役に立つそうなウェブサービスの情報をキャップで提供させていただければと思いまして立ち上げさせていただきました。まあ、それ以外にも機嫌がですね、お前のくだらない日常でも書いてなということで、村田の世間の役に立たなそうな日常をブログで記載させていただいております。まあ、そんな感じで、運営させていただいております。ちなみにキャップはクリエイティブ APP プロジェクトの頭文字を取っております。よろしくお願いします。さて第1回ですので、まずはメンバー紹介を行います。なお、リーダーのヒゲ、キャップのリーダーのヒゲですね、とサブリーダーの海坊主は声出し NG のため欠席となっております。そんなわけで、今回いるメンバー、まずは、スナックあかねのあかねママ、よろしくお願いします。どうも、いらっしゃい。スナックあかねのあかねママです。今日は下世話の話はピッピなので控えさせていただきます。以上です。よろしくお願いします。続いて、キャップの記事でも出てきました新人シミおじさんこと命、はい、どうもシミおじさんです。今日もお昼七味いっぱい使っちゃいました。胡椒か、今日胡椒か、昨日もいっぱい使っちゃいました。まあ、今日元気いっぱいになれると思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて裏方担当そらしろ。そらしろです。さすが裏方担当シンプルに、はい、ありがとうございます。最後に、キャップでもおヘルニア持ちということで記事何回かさせていただきました上様こといるぞー。皆さんこんにちは、ヘルニア持ちのいるぞーです。最近どうも雨が続いて腰の調子がまたいまいちだ。今日はそんな腰の痛さを吹き飛ばすぐらい頑張っていきます。皆さんよろしくお願いします。はい、あとこの場にはおりませんが、ライターの見習いポンコツをはじめ多数の皆様のご協力のもとにキャップを運営させていただいております。いつもありがとうございます。本日は村田、あかねママ、いのっち、そらしーと、いるぞーの5名でお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、形式的な儀式も終わりましたので本日の議題に入っていきたいと思います。本日はキャップの新企画について話し合いたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、何か新企画案がある人。はいはいはい、おーい、じゃあね、あかねママ、クリエイティブ APP プロジェクトとかいうぐらいだからやっぱりアプリを作った方がいいんじゃないかなと思います。うん、いいね。具体的にはどんなアプリ。なんも考えてない。はい。他に何かありますか。はい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 、はいはい、今回企画会議の様子を動画に収めてるわけだし、その延長線上っていうことで、まあ、動画コンテンツ充実させていくっていうのはどうだろう。いいと思います。動画コンテンツどんなのいきます。村田の日常とかでいいんじゃないかな。お蔵入りになっても誰も傷つかないし、誰もの中に村田は入ってない。入ってない。はい、次行きまーす。はい、次。はい、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 じゃあ、ノッチお願いします。ちょっとね、モンスト実況をちょっとやりたいなと思って。実況、うん、もうあんまね、そういう実況とか僕あんまり。わかんないんで、うん、まあ、この動画コンテンツやな。そう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 、この場を借りてちょっと、まあ、共有できればなと思ったんですけど。モンハン？ちょっとモンハンじゃない。あの携帯のやつ、携帯の。携帯のやつ、うん、ハンティング。引っ張りハンティングしてる。うん。うん。CM やってるよね。そうそうそう。結構最近見ます
とまあちょっと自分も若干かじってるんで、うん、まあちょっと、まあ、得意分野でこうキャップを侵略していこう、まあそうですね、そういうことやな、侵略していこうかな、ね、まあまあでもこれもし僕が、ね、選ばれたらちょっと七味おじさん封印するんで、うん、ほう何おじさんになるんだ、ソーセージおじさん、おおいいね。ちなみにモンストってなるとガラケーユーザー一人いたような気がするけど大丈夫か、ちょっと待ってモンストってもしかして 3DS とかじゃなくて PSP とか、うん、え何でやるの、いわゆるスマートフォン、あっガラケーですけど、はい、まあでもまあ、できる人だけでやりません、うん、え、いいと思う、うん、ありありですよね、うん、まあ、できる人だけやりましょうよ、 OK、 じゃあそういうもしねやるってなったらコンビニでねこんにゃく買ってきてねスマートフォンでやるわ、四角いからねそれで OK ね、はい、じゃあ3つ案が出ましたのでサクッと採決をさせていただこうと思います、よろしいでしょうか、はい、1のアプリ開発がいいと思う人、はい、中根ママね、うん、はい、2の村田動画がいい人、あれデアちゃんはちょっと待って、エルドさん、はい、いや、 やっぱもっとやりたいし村田の日常とかつまんないんちゃう確かに、うん、明日から口しかないかもはい、じゃあ次3のモンスト実況がいい人、はい、ね、はい、そんな指導も手を挙げたよ、はい、そんなわけで決定、モンスト実況をやろうと思います、はい、やろうやろう、いいですね、はい、ではこれにて第1回キャップ紹介時は終了とします、次回はモンスト実況でお会いしましょう、よろしくお願いします、はい、またねー、See you.